こんにちは、肉です。今回は、ケプラのデビューシングルのタイトル曲、ワダダのソロカットを載せてくださっている方がいて、めちゃめちゃ可愛かったんですよ。なので今回はそのソロカットを一人ずつ見ていこうと思います。もうこれは皆さんにもマジで見てほしいということでですね、早速ですが、ちょっと見ていこうと思います。鬼韓国では、ケプラの情報やガルプラに出演していた子の情報なども取り上げていますので、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、早速ですが、行こうと思います。もうマジね、これ作った方めちゃめちゃ優秀で、めちゃくちゃありがたいんですけど、まず、セヒョンちゃんからかな。いた？もう最後の、これマジ可愛いんだって。もう一回行こう。かわいい。本当に推しは可愛いわ。なんなん？最後の。で、顔が超可愛い。で、これ次ね、ダヨンちゃん行きます。可愛いんだけど、めちゃめちゃ可愛いじゃん。もう一回行こう。ゲーム、わたた。もう、最高じゃない？キムどうなってる？ちょっとケプラのキムやばいんですが。次、ヨウンちゃん行こう。可愛い。もう、ヨウンちゃんめちゃめちゃなんかね、ビジュアルやばいんですけど。私結構、今ね、来てるんですよね、ヨウンちゃん。めちゃ。いやでね、今回、バシロちゃんもめっちゃいいから見てくださいね。やばいの。かわいいない？もうめっちゃかわいくない？これはやばいな。本当に。これ落ちるでしょみんな落ちるよね、世の中のね。で、次、ユジンちゃん。かわいい。まあ、さすがね。結構今回ね、センターにいるんですけど、やっぱね、美なんだよね。私なんかもう、アイドル感がやばいね。一人だけもうなんかその、もうデビューしてるからこそのわかります？その見せ方っていうもの。もうこの目の使い方とかが超可愛い。そして次、シャオティちゃん。いいね。いいね。もうシャオティ様やわ、本当に。美しい。もうマジでビジュアル最高。あ、で、次、ユソちゃん。かわいいんだけどさ、なんかユソちゃんだけさ、見切られるの早くてそこがちょっと元みたい。でも、かわいいわ。かわいいしか言えないけど、マジでユソちゃんもいいね。なんか本当に、マンネらしさがあるというか、マンネらしさあるんだけど、でも、なんか今回のこのデビューシングルらしいかっこよさもある感じがすごくいいなって思います。次、ヒエちゃん。お、もういいじゃん。めちゃめちゃハートじゃん。てか、ヒエちゃんのね、この金髪めっちゃいいの。本当に美女いい。やばない？これいいよね。ちょっともう一回だけ見ていいですか？このビジュアルめっちゃ可愛い。最高です。最高です。ということで最後、ヒカルちゃん。いや、ヒカルちゃん今回超見せてくれると思うんだよね。なんかもう、ヒカルちゃんの得意分野っていうかさ、わかります？最初のブンバヤみたいな感じよね。来た。ということで、最後にちょっと全員見ていこうと思います。これほんと素晴らしいよ。かわいいよー。本当に。もう早くね、ちょっとお話ししてみたくなりましたね。あ、ちょっと、4トンについてちょっと最後に軽くお話しようかな。いや、バッチリなんよな。もう本当に曲の解釈って感じ。いいね。ちょっとなんか、クールっぽさもある感じ。このやばい。楽しそう、本当に。いいね。いいね。これソロで乗せてくれる人本当に有能じゃないですか。はい。というわけで、これに関してはみんないいね。本当に素敵だし、マジで、ちょっとケプラ売れるよ。ほんとすごいことになるよっていう感じなんですけど、ちょっと私もね、しっかり追っていきたいなっていうふうに思うし、最後にね、そう、なんか、どこでね、CD を買ったらいいかって話が結構出てたんですけど、韓国のね、4トンについては正直、本当に旧形態買うとか、そのレベルだったらね、できるものではないんですよ。っていうのもやっぱ、韓国の4トンって基本的にはね、買ったもの順なので、プラス、韓国人と外国人が、枠が分かれてて、外国人枠は人数がね、限られてるんで、その中でね、買ったもの順って
ことになるので、ちょっと厳しいなっていう方はタワレコの4トンっていうのかな、ミーグリっていうのかな、がおすすめで、ただタワレコのねミーグリもちょっと穴があって、タワレコのミーグリに関しては全員の4トンと個人の4トンがあったんですけど、日本のね4トンなのでちょっとね時間が短い、15秒ぐらいだったかなっていうので結構短いですし、韓国だと1人につき1分半とか話せるんで、まあ、全員で13分以上話せるみたいな感じなんですけど、タワレコはね買った順ではないので1枚でもね当たる可能性があるっていうところはすごく魅力的なんですけど、推しがねやっぱいらっしゃる方も多いと思うんですけど、今回のタワレコのやつは当たるメンバーがランダムなんですよ。なので例えばヒカルちゃん推しててもヒカルちゃんと話せる確率は9分の1みたいな感じになっちゃうし、結構厳しいんじゃないかなと思いますので、まあ、どのね4トンにするかっていうのはちょっとまた自分で考えていただきたいんですけど、韓国の4トンはやっぱ韓国語のねところで買ったりもしなきゃいけないので、ちょっと大変かなっていう方はタワレコで購入してもらったらいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ただ推しがね当たる可能性も全然あると思いますので、まあ、どこで買うかは皆さんに決めていただけたらなって思います。ちなみに私はいろんなね店舗からちょっと買おうかなっていうふうに思ってますので、また買ったら開封動画とかもしたいし、またねいろいろ見せていきたいなっていうふうに思ってるのでお待ちください。そして昨日出たトラックリストもねちょっと見たいんですけど、チーザライト、ワダダ、マスク、シャイン、アナザードリーム、OOO っていうふうにあるんですけど、シャインとアナザードリームと OOO に関しては、まあ、ガルプラでねやった曲だと思うんですよ。なのでケプラバージョンをね見れるっていうのがやっぱ楽しみだなって思うし、この他の3曲に関してはすごいどんな感じの曲なんだろうなっていう風に思うんですけど、シーザライトっていう曲はツイッターで見たんですけど、ママムのヒップをね作った方が作曲されてるっていう感じなので、これはめちゃめちゃ楽しみだなっていうか、すごいなんかテンションの上がる曲になるんじゃないかなっていう感じですし、マスクに関してもね、アイズワンさんの曲をね作ってる方が作られてるみたいなんで、やばいね、これはもう来たなっていう感じ。正直ちょっとケプラに関してはデビューの時期とか結構ね大変だったと思うし、なんか流れに関してもあんまりねいい感じでトントントンとはいかなかったと思うんですけど、でもその分出たものがめちゃめちゃ良くって、もう私の中でも超テンションが上がったし、多分皆さんもなんかどんな曲なんだろうなって思ってた方も超ねテンションが上がったんじゃないかなっていう風に思いますので、これからちょっとケプラのデビューに関してもいろいろね取り上げていきたいなっていう風に思いますので見てください。そんな感じで今回のケプラのワダダの個人リアクションについての感想をコメントに書いてくださると嬉しいです。そんな感じで本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てください。それでは。